っちゃ出たんだ。マジか。帰り大丈夫かな。明日は大丈夫かな。ほら、滑る。これぐらい滑ってるよ。あ、着いた。めちゃくちゃ食ったんだね。多分それ中には入んないと思うんだけど、水たまりに入らなきゃ。そうなってんだ。そう。マーカーさんこれで火傷したからね。マジ？うん。そう。うん。はい。ブロッコリーはちょっと早めがいいかも。うん。こういうのは。もういくの？いや、もうちょっとしてから。はい、あったかいうちに食べて。やっぱもう、かなり、やばくなってるわ。え、でもちょうどいいぐらいじゃない？ああ、でもやわやわだ。やわやわでしょ。うわ。やわ。うん。でもあったかいから美味しいんだな。うん、美味しい。うわ。お腹空いてるから余計美味しい。溶ける？ねえ。あ、ここに入れてた、七味だった。入れるところがなくて、ここに冷蔵庫の中に入れて埋め込んだんだった。まあ、今からいっぱい使うでしょ。うん。ね、君たち何しに来てんの？うん、もったりしに、うん、あ、俺はとりあえずちょっと寝たい。あ、寝てないもんね。うん。ピザが焼き上がったら起こしてくれる？起こすと思う。二人の鼻息が聞こえたら起きるから。適したら起こそっか。うん。ちょっと冷凍してたから凍ってるけど。なんて静かなんでしょう。すっごい。でも今日は暑いかも。やっぱリフレクターがあるからかもね、うん、今日はですね、薪ストーブの後ろにリフレクターを仕掛けてみたんですけど、多分このせいだと思うんですけど、めちゃめちゃテント内が暖かいです。まあそれプラス今日はストーブを持ってきてるので、そのせいもあるかとは思うんですけど、かなり暑いです。肝心な温度計忘れちゃいました。下に乗っけた。うわ、すごいね、うん、すごいでしょ。マヨネーズとチーズとコーンとベーコン、うん、ピーマン。こんなにカロリー取っていいのかな。いや、ダメだよ、本当はね。もうこういう日しかこういうことはしないからいいでしょ。絶対に美味しい、これ。ベーコンがまださ、うん、ちょっと凍ってたもんだから、うんうん、ちょっと水っぽいのが出てるの。ああ、なるほどね。熱っ。じゃあ、はい。じゃあ、ごめんけど、
飲むからね。はい、じゃあ乾杯。はい、じゃあそれでは乾杯。はい、あーよいしょ、スーナイスー。はい、いってらっしゃい。あーやっぱり閉まったな。横着した、横着した。横着の結果がこんな結果に なるとは。うわ、おいしそうでしょ。どう、うん、うまい。あ、ヘタッピやの、おーおー、ね、なんでそんなヘタッピ。うわ、反対でしてるからね今。あ、めっちゃ具が乗ったじゃん。しかも全部中心に。ゆっくり時間ですね。2人とも多分ネットフリックスを見てると思うんですけど。ただいまの時刻が4時4分になりました。2枚目を出そうかと思います。よいしょー。あー、いいじゃないの、それいい。ナイスー。まだお腹大丈夫？8割今。ねえ、今さ、娘に聞いたんだけど、あなたのことはもう私分かってるからもう十分。2割分。あった、はい、どうぞ。うわ、すごっ。もうこれに入れてほしい。キャンプだ。え、皿でキャンプ。だからよ。え、そこでキャンプ感味わってんの。そうでしょ。ただいまの時刻5時20分、はい、だいぶ冷え込んできた。うん、昼間はね、ちょっとあったかかったんですけど、テント台がちょっと寒くなったなと思ったら、やっぱりね、外気温がかなり下がっていると思います。まだ雪がね、うん、かなり残ってるわ。あっちの、あの景色のいいところ行こう。本当だね。台がここも雪が結構積もってて、あ、もう、あ、だいぶ硬いな。ふわふわした感じじゃないですね。あ、オートサイトはいないんだね。多分今日は3組ぐらいかな。3組、うん、キャンプは含めて3組ぐらいしたもん。ここが電源サイトだよね。体感何度？体感、まあ、この間のあのキャンプを基準に言うと、まあ、2度か3度だよね。寒いよね。うん、だって昼間あの車の外気温で見た時が6度だったからさ。ああ、そうか、うん、2度。あ、それでも6度、うん、なんかでも昼間はすごい暖かく感じたの。火が出てたからね。だよね。なんか知らないました。多分ね、温泉だけこう利用する人も多いんだ。ああ、本当だ。素泊まりもいるんじゃない？あ、 あそこが多分あのバイカーたちの素泊まりのとこだと思うんですよね。うんうん、泊まりだ。わあ、すごい。
ここの一部だけすごい。わ、めちゃめちゃ深いじゃん。わ、すごい。ここすごい。すごい、綺麗。やっぱ雪。あんま怖いよね。うん。結構ほら見て。え？足突っ込んだらかなり沈む。あ、本当だ。ほら。もう今日ここに泊まれば。ほら。鎌倉作れるじゃん。すごいよ。鎌倉。絶景。絶景だね。この雪が。ここが気持ちがいいね。残ってるっていうのもいいよね。ほら。すごくない？綺麗に乗った。でしょ。映ってないけど。この後お風呂だから。うん、逆光でも映ってないけど。この後お風呂だからできることだと。うん。いいね。でもあれだ、うん、県外からの人が、ああ本当にナンバーが県外だ。へえ、たくみとも、うんうんうん、でここは水汲み場、1リットル30円だって。安いよね。うん、で門松がいます。正月の準備だね。ここがお風呂だね、うん、温泉。今日の温泉もいいかも。最高だよね、うん、今日は本当は二人水いらずでお風呂に入ろうと思ったんですけど。え、二人水いらずってどういうこと？長女と。ああ、そういうことね。女の子の日になってしまって、うんうん、タイミングよく、うん、なので私だけ入ってきます。はい。伝えたいことがあります。ごめんね、ちょっと見苦しいんだけど、これワークマンの靴なんですけど、うん、ここがね裏肝です。そう、裏肝ボアになって、これマジ最高だよ。あったかい。本当にこれね、全然風通さないから、めっちゃいいです。後ろもかかとの部分を見せて、こんな感じ。まあ、見た目雨靴だね。そう、雨靴なんだけど、このまま行くと、うん、ちょっとおかしいんだけど、うん、こういうね、うん、サロペットみたいなやつでこんなするとほら、わかんないでしょ、うん、これおすすめです。で、カズさんがね、履いてるやつ、これも全然いいんですけど、うん、これね。そうです。で、今日は子供は私の、そのカズさんが履いてる分を履いて、うん、私は今年買ったこの母乳を履いてます。子供にどっちがいいって言ったら、あっちがいいって言ったから、あっちを履かせてる。いや、見えないでしょ。ちょっとほら、芋吹かしてる人がいる。あ、本当だ。すごいね。うん、私も吹かして帰ろう。よいしょ。うちのはこれと、うん、これですね。はい。卵。はい、我が家のテントに到着しました。あ、電気もつけて。うん、どう？うまっ。おいしいよね。うわ、いいね。じゃがいもの形をしたモスバーガーのポテトだよね。いいね。ではいただきます。うわお、美味しい。うん、ちょうどいいぐらいだ。本当、チョコも溶けてる。うん、昨日はですね、
天気もフガー様でブルーティーだけじゃ3台持たないということで、車から延長コードを引っ張って2台分ですね、こっちでつないでます。昨日はもう全然雪は降らなかったんですけど、その前までの雪がまだ残ってる状態です。紅はるかと安納芋、これも朝ごはんとして蒸したいと思います。残った分は持って帰れるようにたくさんですね、蒸そうと思います。これでどう？もういいじゃん、分かってきた、うん、もうちょっとだな。いやいや、昨日これでもう揚げたけどちょうどよかったよ、うん、私どんべんに入れるわ。大丈夫、大丈夫でか、やけどしないでね。よいしょ、はい、どうぞ。ちょっとブロッコリーとか取りに行ってくるからさ、食べててもいいし待っててもいいし、どっちでもいい。ここに温まってさ、この骨があって、あ、こっちで行け。うんうんうん、わー全部完成だ。じゃがいも、ブロッコリー、お芋。にゃんちゃん大きいおはよう。ほらおじちゃんだよそれ麦ちゃんにしかわかんないからあ、どうやって持っとこれか、はい、行こう行こう。美味しそう、はい、豪華なそごはぎだった、ね、いただきます、はい、いただきます。七分入れる、あーいいよ、うん、ほら美味しい、ホクホク、はい、え、もういいの、うん、もういいかな。なんか食べた、食べたよ。まだ芋誰も食べてないよね、うん、これあの、こっち紅はるかで色がも違うでしょ。あの、これ食べてる、うん、うわぁ、見て、うわうわうわ、これ絶対美味しいわ、うわ、すごっ。あの芋、めちゃめちゃいい感じで吹き上がってるんだよね、うん、金色色だよ、うわ、すごいわ、これ綺麗に蒸されてる。ちょっとさ、うん、紅はるかも見てみていい、うん、こっち、うわあ、やっぱりでもさ、安納芋はすごいね、うん、色がね、香りもいいし。ああ、そうか、なんだこれどう、やばいね、やばいよね、スプーンで食べれるよ。Time I picked you up outside of school. You said, screw my dad, I make my own rules. It was easier then, so much easier then. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us.They couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all, about winter or spring or fall. We felt so alive and girl,
we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. We just had one of those.